こんにちは、ドクターネックスです。さあ第6章が始まりましたね。今日アップされる頃にはイベントがね、このイベントが始まってますけれども、その第6章、ウェコムンド突入編後編ということで後編が始まりました。もうね、カイエンが属性違いかと思ったら属性違いじゃないカイエンが普通に来るっていうね、メダル交換した僕は悲しいです。で、とりあえず現状を全部 100% にしておきました。というわけで、攻略して欲しいところ、なんかちょっと上から見せたな、攻略これやってくれっていうところを募集します。そう、今回ね、ちょっとまだメモ取り忘れちゃってて、でも例えばね、この200の技属性とか、ここね、経験値が2000以上、お金も2000以上、そしてドロップも美味しいっていう、もういいことずくめでしたね。今後、今までね、ずっと101周回してたんですけど、今後は僕200周回して、お金稼ぎと、経験値稼ぎと、境界値稼ぎしていきたいと思います。きつかったのは、もうね、202、203とかはもう、グリムジョーだけなんで楽勝で、やっぱり道中参戦で、ボスっていうのは辛いですよね。ここもあっという間だよな。どこきつかったっけな。ここギリギリだな。あ、ここきつかったんじゃないかな。そうそうそう。あ、ここウルキオーラはちょっと辛かったですね。っていうか地属性が僕アイゼンしかいないことを初めて知りました。まあやってくれっていうところが多いところから攻略していきたいと思いますが、今回はねそんなに辛くなかったんですよね。結構詰まるところは少ない、詰まるとしたらやっぱ3分以内にクリアがきついんじゃないかなっていうところですね。それぞれの属性は最低限持っておきたいところですね。あとキスケがレベル100になりました。なので明日の動画はキスケの紹介をやろうかなと思っております。いや、キスケ強いですわ。テッサイはタイムアタックに向いてない、タイムアタックっていうか3分以内にクリアに向いてないと思うんですよね。攻撃が遅いから。その点ね、キスケはすごい便利でしたね。暗いかな。でも本当レベル上げしつつっていうところなんですけどね。グリムジョーももうちょいで終わるな。はい、というわけで今回の動画は本当あっさりしていて、第6章が始まりましたということと、イベントが開始になってますということと、このガチャは僕回さないかな。心属性技属性ガチャ、技は本当いや、ウリュウも欲しいけれども、遠距離だったらテッサイがいるし、シルイチゴも欲しいけれども、まあ今は僕はキスケがいるし、で心属性はいっぱいあるんですよね。でヒラコも持ってるし、まあ、ウルキオーラ特段欲しいかつと、いや、まあ別にというとこなんで、今回のこのガチャは僕スルーさせてください。ぐらいかな。はい、というわけで攻略してほしいところのリクエスト募集しております。まあまあ間違いなくその道中参戦ボスっていうところになると思うんですけども、基本的には属性の各属性の星5があればいけるんじゃないのかなと思っております。今日はあっさりとこんなもんで、以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。